自分に自信がない、あもう早くやめたい、あの日立を破って優勝するんですよ、伊藤洋華堂が。お金はどんどん貯まってきましたね。悪い人だ、悪い人、もしかしたらそうなのかも。女子っていうのはこれはちょっとわからないけど、まあ、出産とか子供を産むとかいうことがあって、うん、自分を守ろうという意識があるから絶対に100は出さないような生き物だって、はい、80ぐらいしか、だからこう長く練習しないとその練習量が足りないんだって、そのあの時誰かな、バレーボールの指導者の人に聞いたことあるんですけど、はい、そういうのっていうのは運動生理学的にどう思います？運動生理学的にはわからないんですけど、うん、やっぱり女優ですよ、みんな女優、はい、女優、女優だと思います。大体みんな女優でしたね。苦しいふりしてできないと思って、はい練習が終わるとはってこう行くような、やっぱ余力はみんな残してましたね。うまいなっていう、私もそうでしたし、まあ、確かに男はそれは下手だからすぐいろんなことが見破られる、女性にすごいんだ、やっぱ女優は、まあ、みんな女優なんだ、やっぱり女性は女優だなって、みんなあのうまいですね。だまあでも本当にたまに、ごくごくたまに過呼吸になるまでやる選手もいましたけど、まあ私はやっぱり3割残してましたね。でもあーとか言うとバーって水ぶっかけられて立てとかそういうんじゃなかったんですか？ないですね。ないですか、はい、男はありそうな気がするんだけど、なんかそういうのって、まあまあ、だからやっても無駄だと思っちゃうのかもしれない。男子はやっぱりすぐあれですよね、うん、全力やってそうそう、ぶたわれるまでやって終わりみたいな感じ、はい、だ女子の練習は長いって聞いたことあるんですよね、はい、余力があるし、やっぱ蓄えてるところが男子の男の人の想像を超えると思う。そうなんだ。普段からちょっと貯金を残しながらやってる場合が多いか。男は貯金できないですからね。そうですよね、あるだけ使っちゃうから男は。そのやっぱ脳の違い、計算力が違うんだ。なんですかね、まあ本当出産とか、うん、なんかそれを聞いたことあるんですよ。そんなことあるのかなと僕当時思ったんですけど、その辺は研究者の方に、うんね、でも大体バレエではみんな女優だなって思ってましたよ、私を含め。大きな猫をかぶでもそれは自分の体を一つ守る知恵でもありますよね、うん、やっちゃって壊れたり怪我したら終わるから、はい、だから昔はもう本当にひどかったんで、うん、練習内容とかも自分でやっぱ守って倒れないように壊れないようにっていうのは、やっぱりトレーナーがストップとかコーチがストップとかなかったですから。うん、で伊藤洋華堂は何年やられたんですか？7年。7年、その7年、高校3年と7年ずっと全日本ですか？いえ、オリンピックの年だけ外れてます。え、どういうこと？オリンピックの年だけ外れる？はい。何それ？直前まで選ばれてていけないみたいな。なんか体調が怪我とか？いや、やっぱ選ばれないですね。だオリンピック結構マスコさん何回行ってるんですかって聞かれるんですけど、うん、いや1回も行ってないです。オリンピック行ってないんですか？行ってないです。なのでやっぱり、そうなんだ、はい、行ってないです。みんな行ってると思ってます。そうですよね、うん、ワールドカップとか世界選手権とかは行ってるんですけど、うん、オリンピックだけは行ってないんですよ。ちょうどソウルオリンピックの時で、はいはい、で次のバルセロナのもう直前でもう辞めるって言って辞めて。っていうことは7年ってことは25くらいで引退、はい、25で。25早いですね。野球選手で言えばそこから一番いい時ですよ。ですよね。でもそんな短いですか、バレーボールって。もう当時私たちの時代はやっぱ3年ぐらいしかやらない選手が多かったんですよ。それをなんとか5年までやりましょうっていうことで、あの企業もちょっと休みを、うん、増やしたり一人暮らしを始めたりっていうような、少しずつこう規則が緩くなっていってましたね。自由時間が増えて。実業団のチームって大体部員何人ぐらいなんですか、選手？まあチームにもよりますけど、あの予算がまあまああった時代、バブルの時期で会社の業績とかも良かった
時代なんで22、3とか。じゃあ常に22、3あったら毎年3人入ったら3人辞めていくぐらいの感じのイメージですか。まあそうですね、はい、あとはまあコーチになったり。25歳で引退か。はい。なんで引退ですか。やっぱり体力的にとか、まあ、普通運動選手の引退って体力的とか精神的とかそこは限界だみたいな感じなんでしょうけど、まだあったでしょ。だっていや今までの話の流れで、うん、もうギリギリ自分に自信がない、あもう早くやめたい、もうよく私25までやったな。なんでそんな笑顔でそんな話できるんですか。嘘っぽいんですよ。なんかいやでも本当は23で。本当ですか。23で日立を破って優勝するんですよ、伊藤洋華堂が。あ5年目で。あやっぱやっちゃった。やっと勝てた。やっぱやっちゃった。下克上やっちゃった。はい、なので伊藤洋華堂に入った時もやっぱり日立を破りたいっていう思いがあって、5年目で破って、でリーグが終わった瞬間に監督に辞めますって言いに行って、うん、でその時に、いやお前全日本に選ばれてるから辞めれないだろうって言われて、うん、辞めれなくて、うん、でもう1年やってでまた次の年リーグが終わって、今年こそ辞めますって言ったら、いやいやお前のポジション後輩育ってないだろうって言われて辞めれなくて、ってなってもう1年やって、 でももう勘弁してくださいって言って25で OK が出て、その代わりでもコーチをやってくれって言われて1年コーチをして。大体それぐらい皆さん辞められてたんですか当時。いや先輩とかはまだやってましたし、同期も結構長くやったりしてましたけど、まだプロ化はされてないんですか。全然もう実業団でプロ化になるのは本当本当に今年の秋から SV リーグっていうのが始まるんで、私たちの頃は実業団。じゃあ変な話、給料的には社員の給料ですか。社員です。じゃあ全日本に入ったからって給料が上がったりボーナスが入ったりすることがないんだ。ないです。そうなんだ。まあ年齢給ですね。基本は高卒なのですごく安い、大卒の方はまあ高いっていう。まあそれはそうですね。はい、普通のお給料で、ただ出張手当が、出張手当ある、はい、うん、企業なので、うん、関東以外は出張手当、うん、で海外になると倍出ますんで、うん、ほとんど遠征だったんで、うん、お給料よりもいい出張手当がついて、うん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 、まあ海外に行けばね、はい、そうですね、うん、なのでお金はどんどん貯まっていきましたね、使う暇ないんで。じゃあ25で引退して1年コーチをして、はい、それからどういうふうな活動されてたんですか。もう社員として伊藤洋華堂で働いてたわけじゃないでしょうか。いやそこから事務所に入って、会社を辞めて、はい、伊藤洋華堂を辞めて事務所に入って、はい、衣笠幸男さんがいた事務所に最初入ってました。あそうですか、はい、岡崎さんは何歳までやったんですか。うん、35です。それは早いんですか遅いんですか長いんですか。まあ、野球選手の寿命とすれば選手寿命は7年と言われてるから、僕17年やったから長いんですけど、はい、35はだいたい一般的かな。だから 2、3 年で辞める人も当然いますし、20年やる人もいるけど、うん、17年やったっていうのはまあまあ長い方かもしれないです。引退の理由は何ですか。いやもうだって力がなくなって後輩に抜かれるから。引退って言われるのは、うん、トップの人で僕らはクビですから。正直引退ではなくてリリースっていう感じですよね。それは やめなくていいんだったらずっといまだにやりたいですよ、うん、元気で。でもいつかいらないよって言われちゃう、給料もらえなくなるからクビなんですよ。岡崎さんはそれを言われて辞めたんですか。まあでもそれはあうんの呼吸があるじゃないですか。自分もいい年になってて、ああもうそろそろ球団もクビって言いづらいなみたいな感じになって、言ってくんねえかな自分からみたいな雰囲気ってあるじゃないですか。まあ益子さんの場合はその前に自分から辞めてるから分からなかったと思うけど、はい、僕らの世界で大体こう空気感があるんですよ、なんとなく雰囲気っていうか、肩叩きのような。そうですね、それでもう辞めますみたいな感じでしたよね。いやでもやっぱね野球だと、うん、
よく番組でね戦力外通告とか、いやもうやっぱプロの世界つらいなって。まあでも普通じゃないですか、皆さん野球以外のスポーツだってみんなスポーツ以外でもそういう時は来るし、まあ、でも私たちその実業団っていうやっぱ会社に守られてたんで、うん、レギュラーと、まあ、レギュラーじゃない人玉色いの人でも同じお給料がもらえて、いくらスパイクっても給料上がらないし、怪我して試合に出なくても給料もらえるしっていう、すごく、まあ、甘い世界だったかなとかとは思いますね。まあでも甘いっていうか、その代わり頑張っても給料上がらないから、まあ、なんか裏腹な部分ありますよね。まあ、あの玉拾いがいいなと思ってました。いや玉拾い良くないですよ、面白くないでしょ。いやいや試合に出なきゃ面白くないじゃないですか。いやだから そこが私のダメな。いやダメじゃないと思うんだけど、アスリートに向いてない。いやいや本当それが本心だったら僕の感覚の中のアスリート的な感じじゃないような気がするんだけど。いやだから本当レギュラーになりたくないと思ってました。いやいやそんな人聞いたことないでしょ。だって本当向いてないんですよ、もうずっと思ってましたから。いや向いてなくて全日本行ってたら向いてる人に対して失礼ですよ。それ失礼というか、おかしな話になりますよね。まあ、だから目標は高く持ってなかったですね。今本当その日をうまく過ごせればいいかな。だ試合も勝ちたいはあるんですけど、自分の納得するプレーができてたらまあよし。でも努力はしたんでしょ当然。当たり前だけど努力はしてました。だからそこがすごいですよね。こう負けずでも絶対負けず嫌いなんですよ中は、うんうん、口ではそんなこと言いながら女優だ、はい、そう女優ですね多分ね。女優だ死んだふりしてやっつけるみたいな女優だ。いやいやいや女優なんだ。いやもしかしたらそうなのかも。だから今悪い人だ悪い人。まあ大きな猫かぶってるかもしれないですけど。そうだ猫かぶってんだ絶対違う、うん、だってありえないもんだって。それがそれだけだったら全日本になるなんてなんかね、うん、そうなんですよね。若い頃は分かってなかったんですけど、こうオリンピックに行けなかったからとかあのチームに行けなかったからとかそのバネをうまく利用して尻を自分の尻を叩いて来てたっていうのはすごくあると思います。自分で自分の尻を叩けるってすごいことですよ。でもなかなかそうですね。だから行動するために一つ下のところに行くのか。でも計算もちゃんと計画もありますよね。なんかことをなすためのやっぱり思いだけじゃダメじゃないですか。ちゃんと計算をしないとこう階段って登っていけないじゃないですか。段階っていうのがあるから。そうですかね。戦略家だ。いや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 戦略家で女優だ。じゃあ違うんです。